レーーシングドライバーである1975年ロードレース世界選手権 350cc クラスチャンピオン。息子は GP2 などに参戦しているジョニー・チェコット・ジュニア。1975年に世界 GP にデビュー。ヤマハのマシンで 250cc と 350cc の両クラスにエントリーし。 参戦初年度で 350cc クラスの世界チャンピオンを獲得した。19歳での世界 GP 年間チャンピオン獲得は当時の最年少記録だった。1977年からは世界 GP の 500cc クラスに出場する。1980年イギリス GP までに世界 GP で優勝14回、ポールポジション22回、 ファステストラップ7回と好成績を残した。1980年に四輪に転校し、ミナルディから欧州フォーミュラに選手権に参戦。1982年には、全12戦中10戦入賞し、コラード・ファビと並んだ。ただし、ファビが同年に5勝していたため、惜しくもチャンピオンを逃す。f 1参戦時のジョニー・チェイコット1983年に、 セオドールと契約し、F1 デビューを果たし、第2戦アメリカ西 GP で6位入賞。それ以降は入賞する機会もなく、残り2戦欠場を余儀なくされる。翌1984年にトールマンから参戦するが、この年デビューしたチームメイトアイルトンセナに対し予選、決勝と一度も上回ることができず、イギリス GP の予選中に大クラッシュして、 両足骨折する重傷を負い、F1 から引退した。F1 から引退して2年後の1986年に、ツーリングカーに転向し、マカオグランプリ、スパフランコルシャン24時間レースで、総合優勝、イタリアツーリングカーでは1989年に、ドイツスーパーツーリングでは1994年と1997年に、 チャンピオンを獲得する活躍を見せている。ドイツツーリングカー選手権、イタリアスーパーツーリング選手権、ドイツスーパーツーリング選手権、イギリスツーリングカー選手権、バサースト戦ありがとうございます。